うわー、見てよしおりちゃん、この魚すっごい生きいいよ、うまそう。いや、ここ水族館うまそうは鮮魚市場での感想なんで、いや、なんなら鮮魚市場でも魚の姿ままを見てうまそうとはあんまならないのよ。100歩譲ってお刺身とかになってるのを見て初めてうまそうなの。あ、純太くん、ここ水族館だからあんま美味しそうとか言わない方がいいんじゃない？あ、ごめん、そっか、しおりちゃんは天然物が好きなんだね。え、天然物？あ、ほら見て、あそこ養殖マグロが泳いでる。いや、ここ水族館、それで言うならすべての魚が養殖なの。いや、養殖でもないのよ、養殖とか言わせんな、急に冷めるわ。見て、あの伊勢エビ、まだ1歳だってさ、小さい。エビロッタくんって言うんだって、あの子にする？いや、ここ水族館、あの子にするとかそんなペットショップみたいなシステムないのよ。ダメかな、俺きちんと育てる覚悟あるよ。まあここは水族館だからそういうのはないけど、純太くんなりに真剣に家族として迎え入れる気持ちはあるんだ。うん、最低でも3年は。3年？うん、食べ頃の大きさになるのに伊勢エビはだいたい3年はかかるからね。食べる気だ、逃げて、エビロッタくん今すぐ逃げて。へい、いらっしゃい、いらっしゃい、今から5分後中央広場で生きのいいイルカの解体ショー始まるよ。生きのいいイルカの解体ショーだってよしおりちゃん。いや、ここ水族館、何、生きのいいイルカの、なんて言った、解体ショー。あ、ちなみに解体ショーの解体は快活の快に滞るの体で解体だよ。なんだ、快活の会に滞るの体で解体か、安心なるか、アホ、何だ解体ショーって。私の心よい気持ちも滞るわ。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。エンディングの流れてる BGM めっちゃ好きなんだけど、いい曲だよね。またね。